受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も過去問ですね。平成22年度区立九段中等適性検査2資格3番問1ということで解いていきます。問題の方を見ますとね、総合的な学習の時間に公園や花壇の形について考えますということで、平行四辺形の図がありますね。こちら公園予定地になっています。そこに、条件を守って花壇、池を配置してくださいという問題です。条件の方、四角く囲ってますね。ここ読みます。1番、池は一辺が4メートルの正六角形です。2番、花壇は大中小の大きさの違う円形です。3番、大きな円の花壇は半径が10メートル以上です。4番、小さな円の花壇は半径が2メートル以上ですと、なっていますね。以上の条件に従って公園の中配置しましょうという問題なんですけれども、問1、読んでいきます。括弧1、池の一辺の長さ4メートルを200分の1に縮小すると何センチになるか答えなさいということで、これは簡単ですね。縮尺の話が分かっていれば、4メートル元の長さに対して縮尺、縮小する倍率をかけてあげれば、答えが出ますね。あ、すみません、4メートルのところも最初にセンチに直しちゃいましょうね。400センチかける200分の1となりますので、もう暗算で出ますね。2センチということで、括弧1の方2センチとなります。そして、括弧2に行きますね。下の図の中に上の条件1から4に合うように池と大中小3つの花壇の設計図を書きなさい。これらの図は、コンパスと定規を使って丁寧に描き、作図に使った線は消さずに残しなさい。なお花壇や池は互いにくっついたり重なったりしないように描きなさいということで、ポイントはもうここですね。最後のところ、互いにくっついたり重なったりしないようにということです。まあね、こちらホワイトボードの方ちょっと書いちゃってますけれども、書き方の方ちょっと説明していきますね。まず、条件に合うようにですね、縮尺、200分の1ですので、それぞれが図に書くときに何センチになるのかというのをまず書いていきましょう。大きな円の花壇、半径10メートル以上とありますけれども、できるだけ重ならないように書きたいので、一番小さいときね、半径10メートルのときが良いでしょう。ですので、10メートルで考えますと、縮尺200分の1にしますと5センチになります。半径5センチです。そして、小さな円の花壇、半径2メートル以上とありますので、これも2メートルにしてしまいましょう。2メートル、縮尺200分の1しますと1センチになります。そして、先ほどありましたね、池は一辺が4メートルの正六角形ですということですので、先ほど括弧1で答え求めた通り半、失礼しました、正六角形の一辺、2センチになります。そしてね、ここで注意してもらいたいのが、正六角形書くときなんですけれども、正六角形書くとこれ、ここね、半径を2つ結んであげると正三角形出来上がりますね。ですので、こちら、2センチ、2センチ、2センチということに、なります。これね、半径で、辺の長さ、2辺が等しくて、真ん中の角ですね。ここ、6等分されますので、60度になります。ここがね、60度の二等辺三角形って言ったら正三角形になりますのでね。半径も、一辺の長さもね、どちらも2センチということになります。そして、大中小、中の花壇ですね。中の花壇については、条件出ていませんけれども、10メートルと2メートルの間ですので、まあ、真ん中皆さん、好きな数字を選んでいただければいいですけれども、ここでは5メートル選びました。半径5メートルにしますので、縮尺かけまして 2.5 センチ以上ね、この4つ、図の方に書いていけばいいわけですけれども、
作図の時のね、ポイントとしては、まず大きいものから描いていくのがいいですね。この半径5センチの円から描いていくのがいいと思います。そして、余ったところにね、余ったところに残りを入れていくという形がいいと思いますね。そして、5センチの円、描くときのポイントになるんですけれども、これ、できるだけ、外枠に近いところに描きたいですね。で、真ん中に描いてしまったらね、重なってしまう可能性とか高くなってきますので、できるだけ端の方に描きたいということなので、この半径5センチ、それを、できるだけこう、外枠から離れるようにこうね、まずここの頂点ね、ここを、ここにコンパスの軸を置いてもらって、パッと5センチ書いてもらいます。これよりね、向こう側に、これよりもこっち側に円の中心持ってくればね、この頂点には重ならないということになりますからね。同じようにですね、こっから5センチのところに、それぞれ、またコンパスで軸を置いてもらって、まあ、パッとね、こう、二つ、円のね、一部書いてもらいますと、まあ、これよりも、この子よりも、こっち側ね、こちら側に円の中心が来れば、辺に重ならないということがわかりますので、おおむねの目安としてね、コンパスで線を引いてもらって、その重ならないところに円の中心を持ってきてください。そして、実際にね、5センチで円を描くんですけれども、これ重ならないようにね、外枠に重ならないように注意しながら、大丈夫かなと考えながらですね、円を描いてあげてください。そして、残った3箇所。まあ、ここに半径5センチの円描きますと、こちら、左側ね、左側結構大きく開きますので、ここに、半径 2.5 センチ、2センチ、それぞれ円を描いてもらって、ここ、スペースできますので、半径1センチの円を描いてあげましょう。そして、最後に、半径2センチの円の中に正六角形描くんですけれども、これは、2センチ、コンパスでね、2センチ取ってもらって、円の周りどこでもいいです。一点まず、コンパスの軸を定めてもらって、一箇所ね、こう、書いていきますね。そして、円の弧と交わったところ、また軸を置いてもらって、同じように、1個、2個、3個、4個、5個、6個と、ね、6個、頂点を取ってあげると、それぞれ、2センチ取ることができますのでね。そして、その頂点を結んであげれば、正六角形ができると、いうことになります。以上ね、このような、配置が出来上がるわけですけれども、やっぱりポイントとしては、大きいものから描いていくということね。それからできるだけ重ならないようにということなので、できるだけ小さい円を選ぶと。半径10メートル以上と言われても、10メートルを選ぶというね。そこのところポイントになります。皆さん、よく復習をして、試験でもね、作図の問題、結構、よく出ますので、試験の時に慌てないように普段からよく練習をしておいてください。それでは頑張ってください。